ドットコムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。高校野球ドットコム編集部の栗崎です。今日は社会人野球の強豪東芝野球部にお邪魔しております。東芝野球部は都市対抗野球で通算7度の優勝経験がある強豪で、 OB には高橋久典投手や坪井友近選手、近年ではオリックスの増井投手や足立選手など多くのプロ野球選手を輩出しています。そんな東芝野球部で現在ドラフト候補として注目されているのが、福島聖光学院高校出身の岡野雄一郎投手です。岡野投手は聖光学院のエースとして甲子園に2度出場、夏の甲子園大会の後は大谷翔平選手や藤浪晋太郎投手らとともにアンダー18日本代表にも選出されました。青山学院大進学後もエースとして活躍し、東芝でも1年目から主戦としてチームを引っ張っています。岡野投手の特徴は何といっても安定感抜群のピッチングです。ストレートの最速は148キロ、変化球はスライダー、カットボールなど多彩な変化球を操ります。それでは岡野投手のピッチングフォームのスロー映像をご覧ください。注目ポイントは下半身主導のピッチングができているところです。下半身からしっかりと連動したフォームなので、無理なく肘も上がり、スムーズに腕を振ることができています。岡野投手は即戦力投手としてドラフト候補に名前が挙がっており、10月25日のドラフト会議の指名を待ちます。それでは最後に岡野投手にプロ入りに向けて意気込みを語っていただきました。ご覧ください。東芝野球部岡野雄一郎です。プロの世界に入ったら1年間怪我をせずローテーションを守って勝てる投手になりたいと思います。応援よろしくお願いします。